じゃあ、以前に紹介してた動画で、この凹凸のないチップをですね、紹介してたんですが、これもうなんかどこにも売ってないそうなので、結構調べてもらったんですが、結構ないみたいだったので、まあこれはどこで私も買ったかわからないんですが、だいぶ前のものなので、この凹凸がないのはなかったので、でもね、この感じだから多分ビューティネイラさんのような気がするんだけど、今はビューティネイラさんではこの凹凸のあるものしかないそうなので、基本的にはこれでやっていけるものになるので、こちらを使っていきたいと思います。ちなみに、これになります。見えるかな？ビューティネイラさんのハーフウェルというものですね。で、これ、こちらになります。ソリッドスクエア。スクエアでも、じゃなくても別に全然いいと思うんだけど、ラウンドのものだと逆にラウンドしか取れなくなっちゃうので、どちらかといったらスクエアの方が、まあ、使い勝手はいいのかなっていう感じなので、私はこっちを選んでいます。で、今日使っていくのはこちらのチップになります。これです。はい。で、あとは、長さ出しをしていくんですが、スーパースカルプジェル。ですね。これは結構硬さのあるものになっていて、ベースはこちらのクリアジェルを使っていきます。で、今は、親指リペアしたところがあるので、まあベースはもう塗ってある状態になっています。で、以前これスーパースカルプジェルの、オフがやっぱなかなかうまくできないという方がいたので、あんまり地爪の方に乗せすぎてしまうと、やっぱりオフしづらいです。なので、オフの時はしっかりと、削り込みをしてもらった方がいいと思うので、できればスーパースカルプジェルは爪の全体ではなくって、このイエローラインギリギリぐらいまでが、まあ目安かなっていう感じにしてもらえるといいと思います。結構これは、一応速攻オフなんだけど、なかなか硬いジェルになっているので、完全に溶けるかなっていう感じはしないです。なので、できるだけ、削りで取ってもらっちゃった方がいいのかなっていう感じはあります。なので、逆にベースを薄く作りすぎてしまうと、マシンとかファイルで、その地爪の方までね、傷が入っていったりしてしまうことがあるので、スーパースカルプジェル作るとき、使うときは結構ベースの方をしっかりめに塗り込みをしていった方がいいと思います。まあ、今日はこれもやっていくので、その時にお見せできればな、と思います。今日は、ちなみにこういう薄い、シースルー系のカラーを使っていくんですが、この S の19、ごめんなさい、ST の09。全然違う番号言っちゃいましたけど、ST の09ですね。で、こちらの、シースルーのカラーを使っていくんですが、結構薄めです。薄めで、カラーを塗っていくときって、どうしても長さ出ししたときに先端がクリアだと、こう、ムラになってしまったりとか、あとは何回も何回も塗ってしまってシースルー感がね、なくなったりとか、かなりここ分厚くなってしまったりすることがあるので、そういうことも、改善しながら作ったものになっています。なんか今日カメラのピントがちょっと合いづらい。OK。はい。こんくらいですね。地爪と同じ、ちょっと厚いかなぐらいになっています。で、裏流れはほぼなしで出来上がるので、ぜひぜひ皆さんもやってみてください。まあ、こんな感じで薄く仕上げることができます。じゃあ早速やっていきたいと思います。ではまずはじめにクリアジェルを塗っていきます。ベース結構もう分厚い感じで、ここクリアジェルが乗っかっている状態になっているので、フィルをしていきたいと思うので、根元の方薄く塗ってあげてください。で、こっち側もね、もうかなり厚めになっているので、薄くで結構です。まあ、通常の、リペアではなく、フィルインではなくって、通常のベースから始めるときの方の場合は、カサカサに塗らないようにしてあげてくださいね。ちゃんとこのプルッとツヤっとなるように、ベースを仕上げていくといいと思います。じゃあこれで30秒固めていきます。今は私はナチュラルのクリアを使っているので、こちらのクリアジェルを使っています。
流せ出しの時に EX 使っちゃうと結構オフが本当に大変になってくるので、まあフィルの場合はいいと思うんだけど、あんまり私はおすすめしてないです。というよりも私は EX ほとんど本当に使ってないので、このクリアジェルだけでも全然賄えるのでね、ぜひこれちらやってみてください。じゃあこれで30秒固めていきます。はい、ではそしたら、チップを選んでいきたいと思います。これチップを先に、すいません、選んじゃった方が良かったので先に選んでくださいね。施術の、お客様の施術の時は先に選んでもらった方がいいと思います。まあ、一旦合わせていきましょう。しっかりと、サイドに入っていないといけないので、ハーフエルの場合何がいいかというと、ここのやっぱ溝があるので、ここに合わせてこのサイドがちゃんと止まっているかどうかっていうのを、見ていくといいと思います。あとは長さを自分で決めていかなきゃいけないので、まあ、ある程度、1センチ2センチとかはここにこう自分で決めちゃって書いてっても、ここにね自分で書いてってもいいかなと思います。結構私はお客様の場合はそうにしているんですが、自分でやるときはちょっと適当なので、なんとなく目分量でいってます。このくらいなので、スーパースカルプジェルを乗せるときもこのくらいがベストです。実はこの辺まで乗せてしまうと、結局ここまでが全部スーパースカルプになっちゃうので、半分ぐらい乗せていくと結構オフが大変になっていきます。逆にこの辺でね、この3ミリ、4ミリぐらいかな、3ミリぐらいかな、乗せていくと、ちょうどこの爪がね、だんだんこのくらいまで伸びてくるので、まあ削って、最悪こうマシンとかファイルが削って当たってしまってもそこまで支障のないところなのかなっていう感じなので、できれば、フォームの場合もね、3ミリぐらいを目安に乗せれるといいかなと思います。逆にフォームでつける場合は、その設定もできると思うので、ここの、まあ伸びてる部分、まあもしくは、ここ全部カットしているのであれば、だいたい2ミリか3ミリぐらい乗せるだけで十分なので、あまりそこまでね、ベッドの方にスーパースカルプ乗せないようにしていってください。はい、では今日はハーフエルなので、こちらを自分の爪のサイドにねしっかり当てはまるかどうかをチェックして選んでいきます。そしたら、今度はジェルを作っていきたいと思います。スーパースカルプでまず先端を作ってからカラーをのせるってなると、どうしても先端部分がクリアなので色のムラが出やすいです。まあ、もしくはこっち側をちょっともう一回塗ったりとかねしなきゃいけなかったりするので、厚みが出てしまったりするので、あんまり私は綺麗じゃないなっていうか、あんまりこう塗る回数も増えちゃったので、あんまり好きじゃなかったので、この方法を、やっています。じゃあまずはスーパースカルプジェル、出していきましょう。これは、フォームの裏側です。なければ、ペーパーパレットで十分です。まずスーパースカルプジェルを取って、ここに、使いたいカラーの ST の9番。この ST の9番は、結構肌馴染みが良く、昔私が作らせてもらったカラーなんですが、けど、かなり鼻馴染みがいいものになっているので、いろんな、爪の方に使えるので、ぜひぜひやってみてください。で、これを混ぜていきます。ぐるぐるぐるって混ぜないようにね、優しく混ぜていってあげてください。だいたい7対3ぐらいかな、ちょっと透けるぐらいかな、がちょうどいいと思います。先端の方にも色を入れてしまった方が、カラー塗った時に絶対的に綺麗に均等に塗れるので、私はこの先端に先にもう色を入れてしまうっていう方法にしています。こんな感じで完成です。粘土はちょっとだけ柔らかくなるぐらいなので、そんなにスーパースカルプジェルと変わらないかなっていう感じです。はい、ではそしたらここちょっと段差があるので、そんなに気にせず、ここもね気にせず、自分の欲しい長さ形のところに入れていきましょう。塗っていきます。バブルが入らないようにね、バブルがあったらしっかりと、消しておいてください。でこんな感じで塗っていくんですが、
ここに厚みを出しすぎてしまうと結局貼った時にグニュッと出てきてしまうものがある、多すぎてしまうので、そこまでこちら側には塗らなくても結構です。なんとなく形を今日はちょっとポイント気味のオーバルにしてるので、こんな感じで作ってます。まあ、スクエアに作って後で削るのでも全く問題ないのでやってみてください。じゃあこれをはめていきます。このハーフのところが目安でパチッとはめて、私はこのまま自分のライトに入れちゃうのでちょっとこのまま固めていきます。で、自分でやるときは、まあ、例えば、あとはこういう感じで、ハンディをこんな感じにセットして、ちょっとね、高さを出してあげて、チップをつける前にライトを入れてから、チップ持ちながらライトでこうやって固めてあげると、よりやりやすいと思います。まあ、普通の大きいライトでもいいと思うんだけど、ちょっと大きすぎて邪魔だったりしてしまうので、5秒ぐらい持っていれば固まります。なので5秒後ぐらいには手離しちゃって大丈夫なので、こんな感じで固めて、ハンディの後はできればちゃんとした大きいライトで固めた方がいいかなと思います。そんなに固まらないっていうことはないんだけど、固めた方が安心かなって感じなので、ご自身でやるときはこんな感じで操作してもらえるといいと思います。はい。じゃあこんな感じで固まったので、あんまりね、ここにムニュッと出ないように頑張ってやってくださいね。じゃあそしたらこれ外します。もう簡単にこんな感じでベリッとね、剥がれますので。で、やっぱりハーフエルなので、ここに段差、ここに、まあここさっきね、ムニュッと出たやつが出てくるので、でも先端透けてないの分かりますか？もうほとんど実目と同じような状態になっています。ではここをちょっとだけ削っていきます。まあ、マシンで削ってもいいし、ファイルで削ってもいいんですが、ちょっと今日はマシンでいきたいと思います。まあ、かなりね、早い、技術になるので、その辺も見てもらえたらなと思います。で、削る前、こちら側はまだ、未硬化なので、こっち側は拭き取りをしていきます。まあ、ここはね、乾いてるので、固まってるので、拭かなくても結構です。で、ここの厚みだけを取っていきましょう。もう絶対に触れないように、で、ここの段差もちょっとだけ、まあ後でここクリアで埋めていくのでそこまで気にしなくても大丈夫です。とにかくこのね、ムニュッと出たところの段差、上に高さが出ているところの段差だけとにかく綺麗にしてあげてください。よいしょ、こんな感じです。はい。で、拭き取りをして、再度削ります。再度も結構ボコッと出やすかったりするので、再度も気をつけてあげてくださいね。削り終わったらしっかりとダストオフしていきましょう。これでもう長さ出し完璧です。裏ちょっとチェックしていきましょうね。裏流れしていませんね。薄さこのくらいです。よいしょ、薄さこのくらいです。はい、はい、ではそしたら今度また一度スーパースカルプじゃなくって、クリアジェルで土台を滑らかにしていくんですが、この時注意していかなきゃいけないのが、根元の方を塗りすぎてしまうとやっぱり分厚くなってしまうので、根元を少し開けながら、ほんと 2,3 ミリぐらい開けるか、もしくはすごく筆を立ててめちゃくちゃ薄く塗ってください。で、全体に塗ってで、この段差、横の段差を、
ての段差も全部きれいにしていきます。でスーパースカルプかなり強度のあるものなので、あんまりここからハード系のジェルとかのコーティングはしなくても全然大丈夫なので、まあ、心配な方は最後した方がいいんですが、最後はノーワイプでも全然大丈夫なので、できるだけここで段差を取ってカラージェルの歪みがないように綺麗にベースを作り込んであげてください。クリアジェルで綺麗な土台を作ってまずはいきます。こんな感じで馴染んでるのもうわかりますか？結構馴染んでると思います。はい、じゃあこれで固めます。では30秒固め終わったら、こちらの ST の09番です。結構シースルーで薄めですごく綺麗なカラーになっています。でこれを全体的に塗っていくんですが、塗り込みをするっていうよりも全体的にふわっと流してあげるって方が綺麗にいくので、一度塗ったらあまりベタベタ触らずに先端に引っ張ったらもうそのまんまちょっと我慢してレベリングをさせていった方が綺麗に仕上がっていきます。サイドだけねしっかりとチェックしてあげてください。ね、一回これでこうやって塗るだけで本当にこんな感じで綺麗に馴染むし、レベリングさせちゃえば全く問題がないので、何回も何回も塗らないようにねしてあげてください。一塗りで一気にいった方が綺麗に塗れていきます。はい、こんな感じで30秒固め終わりました。厚みもそんなに出ていなくて綺麗に馴染んでいると思います。すごい本当にナチュラルな感じに仕上がると思います。ちょっと長かったかな、親指。よいしょ。はい、じゃあ最後はなので、ノーワイプで仕上げていきたいと思います。特にここで、気を使ってハード系のジェル入れることもそんなにないので、まあどうしても気になる方とか、あとまあ元々ねちょっと手元が激しい動きの方っていらっしゃると思うので、それは自分の日々の生活をちょっとね考えながらトップは選んでもらいたいと思います。私は結構すぐ変えちゃったりとか、まあ、動画撮ったりするので、あんまりハードのジェルを入れることはないので、最後ノーワイプで仕上げることが多いので、今日もノーワイプで仕上げていきたいと思います。お客様の時はねしっかりとずっと帰ってきてくれる方なら分かってると思うので、どんなトップがいいかっていうのを選んであげてください。はい、ではこんな感じで仕上がりました。厚さもそんなに出ていないと思います。全体的に見るとこんな感じですね。ちょっとやっぱ親指が長かったかな。まあいっか。はい、裏はこんな感じです。はい、じゃあちょっと最後こんな感じの仕上がりになったんですが、おさらいいきたいと思います。スーパースカルプを、使うときに、考えておかなきゃいけないのが、結構硬さのあるジェルになっています。硬さのあるジェルなので、速攻オフではあるんですがちょっとオフがしづらいです。これねスーパースカルプジェルです。なのでこのことをちゃんと覚えておいてあげてください。なので、長さ出しをするときは、例えば、フィルインで地爪がもう伸びている状態の方です。この場合は、まあ、フォームがあったとして、今後伸ばす方、地爪を伸ばしていきたくてフィルをしている方に関しては、特にそこまで気にすることはないんですが、次回オフをしたい方の場合、できるだけ、地爪、の
この部分だけにスーパースカルプジェルをのせるようにしていってください。まあ、延長させるのであれば、このくらいの範囲を目安に入れていくといいと思います。で、ここの先端の伸びているところを目安にのせていくと分かりやすいのでいいと思います。あまりこっちに乗せすぎてしまうと、さらにオフする範囲が広くなってしまうので、オフがしづらいのと、どうしてももしかしたらファイルとかが当たってしまう可能性があるので、ダメージを入れてしまうかもしれないところが減ってきます。なのであまり乗せないと心配だなっていうことはないです。だいたい2ミリから3ミリぐらい乗っていれば、スーパースカルプジェルの場合はしっかりと硬さを保ってくれるので、安心して、先端の方だけに乗せてあげてください。例えば例外で、ここに亀裂が入っている、このくらい亀裂が入っている方の場合は、亀裂を補修してから、ここを補修してから、ここを、この亀裂のあるところまでをかぶせるぐらいにしていくといいと思います。逆に爪ギリギリまで切ってしまっている方、爪をギリギリぐらいまで切ってしまって延長したい方の場合は、これも同じです。だいたい爪伸びると思いますので、この伸びてくるところを想定して、だいたい2ミリぐらいでスーパースカルプジェル入れていくと、ちょうどいいかなと思います。まあ、オフがしやすくて、さらにしっかりと、まあ、延長もできるし、折れたり割れたりしない、やり方になっているので、ぜひこちらも参考にしてみてください。はい、ではこちらで最後になります。今日も見ていただいてありがとうございました。じゃあまた何か質問あれば DM お待ちしています。じゃあねー、バイバーイ。